今日はフィットラインのコンポーネントについてやっていきたいと思います。フィットラインのコンポーネントはカーブのカテゴリーのプリミティブの中の一番上にあります。では実際に使っていきます。フィットラインの入力は入力となるポイントのリスト、出力はここに禁じされたラインの出力になってます。で、今回入れるのはここにあるような複数のポイントを対象にしています。じゃあ入力してみます。こういった形でポイントに対してフィットしたラインが引かれています。アルゴリズムは最小に常禁じで行われているようです。これもガムボールが使えるので、例えば点を動かすと禁じされたラインが追従して動いてくるような操作ができます。これでフィットラインコンポーネントの説明は終わりです。